さて、それではここからは後編をやっていきましょう。その名も1、2月買ってよかったウイスキー特集15選ということで、少し間が空きましたが、今回は後編をお届けしていきます。前編に関してはオフィシャルボトルを中心として8本紹介していきました。まだご覧になっていない方、概要欄コメント欄の方からチェックしてみてください。特に後編ではもう少しマニアックに原酒を買い取り、独自でリリースしているボトラー系ですとか、オリジナルボトルとして原酒を選定して特別なウイスキーを出しているようなプライベートボトル系も取り上げていきましょう。最近のリリースでいいウイスキー何とか、おすすめ教えてという方にまとめて知っていただく、そんな参考になりますと嬉しいです。後編は7本さらに取り上げていきましょう。特徴や魅力はどんどん紹介していきますので、気になったウイスキーとか飲んでみたいものありましたら、酒屋さんやバー、イベントなどでも探してみてください。選出はいつも通り完全に私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしていきます。参考になりましたら、ぜひとも最後にグッドボタン、それからチャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いします。それでは1、2月激アツだったウイスキー後編もやっていきましょう。さて、後編1本目、合計9本目はこちらでございます。最近でも特に心をグッとつかまれたケンタッキーバーボン、こちらのイーグルレアのケンズチョイスでございます。これは美味しかったですね。ケンタッキーストレートバーもイーグルレアの特別なチョイスということで、アメリカンウイスキーですとかバーボンウイスキーを手掛ける PB としてケンズチョイスさんから出た特別な一本でございます。見た目はね、通常のイーグルレアと同じように見えるかもしれませんが、実は11年熟成とバーボンの中でもかなりの長期熟成品でございます。これはもうグラスに注いだ瞬間のぐっと心をつかまれるエステリーさが素晴らしかったです。本当に今年入ってまず心をつかまれたバーボンかなと思いますね。エステリーで華やか、うっとりするようなエレガントさと重厚感があって、 YouTube ライブでもベタ揉め状態でございました。当日 EC サイトに貼り付いてね、爆速で購入できて本当に良かったボトルかなと思います。これぞ熟成した美味しいバーボンの魅力がたっぷり詰まった一本でございますので、イベントなどでも見かけたら飲んでみてほしいです。特にイーグルレアに関しては、多彩な原酒を作り分けるバッファロートレース蒸留所から出ておりまして、通常のバッファロートレースからさらに熟成を重ね、この原料の比率は同じ割合でさらなるリッチなタイプとして出ております。イーグルレアの10年も深くてまろやかで本当に美味しいんですけれども、もしね、こちらのケンズチョイスさんのイーグルレアも見かけたら、爆速で光の速さで飲んでほしいです。さて、合計10本目はこちらでございます。来ました、私が密かに、そして何度も紹介しておりますグレンマレー蒸留所の07ヴィンテージですね。こちら BBR 社から出たウイスキーなんですけれども、このグレンマレーも非常に良かったです。やっぱりこの07マレーとかのね、バーボンカスク系、本当にいいリリースばかりで、レモンやバニラ、スポンジケーキのような柔らかな甘みと、しっとり優しい麦芽の甘みが広がるものも多くって、すごくいいボトル揃ってるなーっていうのがこの2007年でございます。その中で個人的に興味があって買ってみたのが、こちらの BBR 社のグレンマレーだったんですね。これはもう一言で言うなら、うまれいでございました。うまれいですね。ふっくら柔らかな麦の甘み、レモン感とかバニラ感が、このちょっとスポンジケーキに溶け込んだようなふっくらふわふわな甘い香り立ちがあって、そしてバニラですとかすりおろしリンゴのような綺麗に整った甘みが魅力的な、とても綺麗なグレンマレーでしたね。2007年は本当にいいものが多いので、ぜひ見かけたら積極的に2007年のグレンマレー飲んでみてほしいです。他にもお気に入りで言いますとね、こちらの河野さんのグレンマレー2007年もすごく良かったですし、それからツヤツヤした滑らかなクリーミーな甘さが特徴的だったこのトンプソンブラザーズのグレンマレー2007年も最高に美味しかったです。さて、続いて後編3本目、11本目がこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーのオルトモアでございます。ゴードン&マクファイル社のもので、キルシュインポート向けに出されたものを、こちらの駒場蒸留所販売さん、コマスピさんが仕入れられたというタイプですね。このコマスピさんはウイスキーのセレクトショップということで、本当にね、ピンポイントに、あ、これいいなっていうものを並べて仕入れていらっしゃるんですけども、このオルトモアも非常に良かったです。オルトモアに関してはブレンデッドスコッチウイスキーデュワーズの原酒の蒸留所としても一つ知られてますね。オルトモアに関してはオフィシャルボトルとかでもフレッシュなリンゴですとか、その蜜っぽさであったりとか、飲むと中盤からじわじわ温かみのあるような甘さと、そして余韻が意外とスパイシーでドライなところもあって、これもまた魅力的なんです。本当にね、オフィシャルボトルの12年もかなり完成度高いなと思いますし、蒸留所の特徴が楽しめると思いますんで、一度ね、このオルトモアの12年飲んでいただくのもおすすめいたします。特にバーボンバレル系の華やかな味わいとか香りが好きな方にはおすすめしたい蒸留所ですね。バーボンバレルの明るいキャラクターが全開に広がりつつ、明るいジューシーなリンゴ感と華やかさが素晴らしい一本でした。ちょうどいいね、この中熟くらいの熟成感とリンゴの蜜、
それから白いお花ですとか、ちょっとホワイトチョコレートみたいなクリーミーな甘さもありましたし、ゆったり揺らいでいく綺麗な甘みが素晴らしい一本でした。このコマスピさんがよく選定されるドイツのキルシュインポート向けに出されたボトル、本当にね、美味しいもの多いんですよね。なので見かけた際にはぜひいろいろ試してみてほしいです。さすがのチョイス、サスーマボトルさんがすごく多いイメージですね。それにセレクトショップですので、コマスピさんがその一本釣り的に選んだ厳選ボトル、かつ素晴らしい数々のラインナップがありますので、そして掘り出し物的なものもありますので、コマスピさんのサイトもぜひチェックしてみてください。概要欄、コメント欄に貼っておきます。さて続いて合計12本目がこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーのカリラ15年。こちらはシングルキャスクさんのボトルでございまして、なんと赤ワインダルフルマチュアードタイプなんですね。ワインダルフィニッシュではなく、ワインダルで全期間熟成したというタイプのかなり美味しいカリラでした。箱もかっこいいですよね。はい、こちらでございます。このロゴもそうですし、ラベルのデザイン、ボトルのデザイン、シングルキャスクさんのデザイン、本当可愛らしいですよね。一度目にしたらなかなか忘れない、そんなデザインかなと思います。こちらはですね、秩父のウイスキー祭りで先行試飲をした際に心をつかまれちゃいまして、もうね、爆速で先行販売購入をした一本でございます。先日こちら X で紹介した一本なんですけれども、本当にね、いいカリラでしたね。今のところ上半期暫定トップのカリラという印象でございます。カリラというとアイラ島のウイスキーとして知られておりまして、ドライでパワフル、塩気が強いものとかもありますけれども、これは深いピート香とワインダルの甘みがしっかりと溶け合っていて、最高に美味しかったですね。しかもワインカスクフィニッシュじゃなくて、15年間ワインダルフル熟成というちょっと変わったスペックでもございます。特にこのシングルキャスクさんに関しましては、その名の通り一樽で熟成されたこのシングルカスクのウイスキーというのをリリースしておりまして、その樽の熟成感と乗り具合、そして選定も素晴らしいんです。日本法人もある珍しいボトラーですし、樽使いも絶妙で、いい具合にこの原酒と馴染んだ美味しいリリースが多いボトラーってイメージですね。ウイスキーフェスなどでもよく出展されてますので、シングルキャスクさんのボトルもぜひチェックしてみてください。特にこちらは赤や黒のミックスベリーのジャムのようにたっぷりとした深い甘みが、このね、じっくり口の中に抜けていくんですよね。そして割と暗くて重ためのピート感というところも抜けていって、本当にベリー&スモーキーが深く溶け込んで伸びていく、そういった美味しさのある素晴らしいボトルでした。さて続いての1本、13本目はこちらでございます。またまた BBR 社から出たウイスキーでして、選定は信濃屋さんが行ったベンリネス蒸留所の2011年ビンテージでございます。いや、ベンリネス、ベンネビス、いろいろややこしい名前多いですよね。続いてはスコットランドのシングルモルトとしては割とマイナーな蒸留所かなと思いますけれども、結構重ためのしっかりめの味わいが多いなっていう印象で、この肉質感たっぷりと結構オイリーな味わいのあるベンリネス蒸留所でございます。これはね、本当にいいボトルでしたね。ベンリネスって結構味わいがしっかりめ、重厚なイメージもありますし、花と動物シリーズにあるようなちょっとこの質感重ため、オイリーな麦感とちょっと肉厚な味わいもあるんです。ただこの10年とか12年くらいのもので、時折赤いリンゴ感全開のジューシーでフルーティーさが綺麗な蜜の詰まったようなタイプもあるんですよね。それこそオランダのホグスヘッドインポート社が出してたメンリネスも良かったですし、今回の信濃屋さんの PB もまさにその赤いリンゴ、ジューシー、蜜たっぷり系なメンリネスでございました。これもね、もうさすがの信濃屋さんの選定眼、サスーマボトルでしたね。同時に登場した90年代のグレンギリーに注目が行きがちでしたけれども、このメンリネスも12年の熟成感とこの蜜の詰まったフルーティーさ素晴らしかったんで、ぜひ飲んでみてほしいです。この爽やかかつジューシーな赤いリンゴのフルーツ感がぎっしり詰まっていて、濃厚でボリューム感があるんですけども、ちょうどいい密度の濃いフルーツ感と飲み応えがあって、これは良かったですね。実はなんと信濃屋さんのページでもまだ残っていましたんで、これはね、ぜひとも試してみてほしいです。最近出たボトルでもありますし、最近のこの信濃屋さんのイベントの出店の際にも出ていたこともありましたんで、ウイスキーのイベントとか行った際にチェックいただくのもいいかもしれないですね。これはベンリネスの魅力を一つ知るきっかけとしてもいいと思いますし、ベンリネスって一回飲んでちょっと重たかったんだよなみたいなイメージの方にも、またね、イメージが変わるんじゃないかなという美味しいベンリネスでございます。こちら PB 系の中では比較的お値段が手を出しやすいっていうところも素晴らしいですし、まだ買えるっていうことを考えますと、これは今回の動画の中でも特にセルジオシな一本なんじゃないかなと思います。本当に美味しいベンリネスです。さて続いて14本目はこちら、もうだいぶ中身減っております。もう一本買いたいくらい大好きだった信濃屋さんが選定されたインチマリンでございます。ロッホローモンド蒸留所のブランドですね。そしてこちら会社はレディーオブザグレンというタイプでして、これは美味しかったです。信濃屋さん PB 強しということで、次はスコットランドの南ハイランドの蒸留所ロッホローモンドですね。
本来はケミカルフルーツと言われるような桃やリンゴを漬け込んだシロップ、フルーツそのものよりはお砂糖をまぶしたシロップ感とかキャンディー感のある、そんなイメージのものも多いですけれども、このねインチマリンはとっても上品な紫や白いお花を思わせるエレガントさがベースになっていて、そこにこのマスカットやフルーツを漬け込んだようなちょっと透明感のある甘みがあって、かなり綺麗なインチマリンでしたね。ロッホローモンド蒸留所では原酒の作り分けも行われていて、ピーテッドタイプのインチファットとかクロフテンギアだったりとか、それから定番で出ておりますロッホローモンドとか、フルーティーさがさらに生きたようなインチマリンなども揃っております。ロッホローモンド系はねかなりラインナップもありますので、それこそイベントで渡航さんが出店されていたら一通り飲み比べしてみるっていうのもいいんじゃないですかね。インチマリンはもう洋梨とかちょっと青っぽいフルーツ感とか、それをシロップにたっぷり漬け込んだような甘みがあって、本当にねインチマリンは華やかエレガントフルーツ感最高です。このレディーオブザグレンの品の屋さんボトルに関しても意外とね店頭の方とかでもたまに見かけたりしますので、個人的には絶対飲んでほしいインチマリンとして今年おすすめさせていただきます。こちらもね割と新しく出たウイスキーなんですけれども、まだ紹介できてなかったので1、2月分ということで取り上げさせていただきました。エレガントさとフルーティーさが綺麗に折り重なった透明感あふれるフルーツ感のインチマリン、こちら試してみてはいかがでしょうか。はい、こちらの紫のカートもねなんとも可愛らしいですよね。さていよいよ最後の15本目ということで、これはもうねちょっとしばらく開けられないなという1本でございます。こちらもうね今ネットでも話題沸騰しておりますクライヌリッシュですね。1996年24年熟成のボトルでして、サイレンスバーさんとキャンベルタウンロッホさん、そして信濃屋さんが選定された特別なクライヌリッシュなんです。デザインもかっこいいです。これはかなり美味しかったですね。最後は大物ボトルということで、買うのもヒヤヒヤ汗を垂れ流し散らかしてようやく買えたビッグリリースのクライヌリッシュです。クライヌリッシュと言いますとね、こちらの山猫デザインの14年のスリムなボトルのものがオフィシャルボトルで知られておりまして、世界中でもね人気の高い蒸留所の一つでございます。あの蜜蝋を思わせるオイリーでしっかりとした甘みと、ちょっと青っぽいウリ系のニュアンスだったり、青々としたフルーツ感、塩気が含まれたような味わいって、本当にねこのクライヌリッシュ飲んでみると美味しいなって浸っちゃうボトルですよね。そのクライヌリッシュ蒸留所の樽から選定された特別な PB がこちらのボトルでございます。もうこれ自分で開けるタイミングを見逃しておりまして、いろんなバーに行ってもう 2,3 回は飲みましたね。そもそもクライヌリッシュ自体が本当に人気ですし、1990年代もかなり貴重かつ高額ですよね。だいたい96クライヌリッシュとか90年代になっちゃいますと8万とか10万くらいするものもありますからね。それが今回96年という人気のヴィンテージでありながら、税別で3万9000円ほどでリリースされておりました。もちろんね3万9000円そんな安い買い物ではないですし、うおーここでビッグリリース来たかとちょっと震えたんですけれども、これはね絶対好みだなと思って買っちゃいました。他のねこの市場考えてみますと4万円ほどは安すぎます。香りは砂糖ザラメをまぶしたようなちょっと青いフルーツっぽさとか、青いウリ系のニュアンスや桃っぽさもありつつ、すごく綺麗に揺らぐ柔らかなフルーティーさが良かったんです。割と正統派のクライヌリッシュっぽさみたいなところもありつつ、蜜蝋やそのオイリーな余韻がしっかりあって、香りのこの綺麗に揺らいでいく青とかちょっと黄色っぽいフルーツ感とワクシーな特徴がもう好みに刺さり散らかした素晴らしいクライヌリッシュでしたね。こちらに関しては特別すぎるスペシャルにハッピーが溢れ散らかっちゃってる時に開けて飲む機会がいつになるかわからないですけども、開けたいなと思ってます。今年ねまさしく話題のボトルということでバーなどでも見かけますので、この発見が困難になる前にこのホットなうちにバーで飲んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。納得の美味しさ、もうアルティメットさすがのうまさのさすうまちゃんボトルでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこちらの7本、もう直近話題のウイスキーだったりとか、いやーこの年初始まって買ってよかったなーっていうウイスキーを取り上げてまいりました。まだまだね実はちょっと紹介しきれないボトルとか、次の3、4月分で回して紹介しようかなと思っているものもありますので、どうぞお楽しみに。手にしやすいところで言いますとね、こちらの信濃屋さんの便利ですとかまだネットでもありましたんで、撮影した時にはまだ残ってたんで、よかったらチェックいただくのをお勧めいたします。この動画参考になりましたら、ぜひともグッドボタン、それからチャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いいたします。ではね最後に何か一杯美味しくいただいちゃいましょうか。皆さんもここ数ヶ月、この2ヶ月間でですね、買って美味しかったとか、これ良かったなってなったら、ぜひともコメント欄に書いてってください。コメント欄は皆さんの経験と知恵と知識の宝庫ですからね。では皆さんもグラス準備いただいて乾杯していきましょう。
さて、それではこちら完成いたしました。ちょっと贅沢にね、このサスーマボトル、今回のセルジオスということで、このベンリネス信濃屋さんボトルをハイボールにしてみました。これね、ストレートも本当にハイボールも美味しいんですよね。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。では香りから。あー、なんかバニラクリームとちょっとバナナっぽさとか、赤いリンゴの蜜のような、本当ね、滑らかで甘い香りですね。いただきます。美味しい。すごいですね、口に含むとオルトマーのハイボール飲んでるみたいなですね。本当にジューシーなリンゴの蜜とか、フレッシュな溢れ出るリンゴ感がありつつ、中盤ぐらいからね、ちょっとミルキーな甘みだったりとか、全然このベンリネスのこのしっとりとした、余韻に残る重ための麦感みたいなものよりは、本当にバーボンカスクのオルトマーとかのあの蜜っぽさとかですね、リンゴ感っていうのがすごくしっかりありますね。これはね、本当に驚きの一本だなと思います。美味しいですね。もう口に含めば含むほど、このじゅわっとね、口の中に綺麗な甘みと酸味が残るようなこのリンゴ感、これが絶妙ですね。ということで今回も美味しくいただきました。はい、ということでこのように私のチャンネルでは、家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別、ウイスキーまとめ紹介など、さまざまな動画を上げております。関連するおすすめ動画ですとか、この買ってよかったシリーズも再生リストにまとめてありますので、概要欄、コメント欄からチェックしてみてください。またあなたのこの2ヶ月間、これ良かったな、特に印象に残ったなっていうウイスキーもぜひ書いてってくださいね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。また、ね。いやー、最後のね、本数の関係でちょっと番外編になるんですけど、これは改めて3、4月の分でちゃんと紹介したいと思います。やっぱこちらもですよね、秩父の朝屋商店さんのブレンデッドモルトメインバライルでございます。このメインバライルは本当に美味しかったです。もう YouTube ライブで開封して飲んでね、本当感動しましたね。これもね、秩父ウイスキー祭り行く前にちょっとお店でね、最初に1杯先行でいただいてきたんですけれども、いやー美味しかった。この余韻に残ってくる綺麗なピート感と塩気が本当に絶妙で、アイラモルトとアイランズモルトも含まれているということ、そしてスペーサイドモルトも入っているということで、もうね、この円熟したフルーティーさと余韻に残ってくるこの塩気とかが絶妙なアクセントになってて、これは本当に美味しかったんで、見かけた際には爆速で飲んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またね。よろしくお願いします。